こんにちは、茂木和也です。今回は、ここの食洗機の中の水垢を落としていきたいと思います。では、ちょっと中の方を先に見てみますね。ちょっとこれ先に取ります。これも取っちゃって。ですね。例えば、ここですね、ここ。水垢。白い水垢。ついてますよね。すごい汚いっすね。はい。お見せするのが嫌なぐらい、汚れてますが、実は、初めて洗うんですよ。洗浄機の中。今回初めて洗います。水垢ですね。カルシウムの汚れ。こんな感じで。油汚れもあるので、こんな感じですね。あと中のちょっと見てみましょうか。ついてる感じですね。薄く全体的に擦れたところが水垢取れてるんでしょうね。全体的に薄く白いもやもや、もやもやがついてる感じですね。こんな感じです。それでどうやって落としていくかと言いますと、中は薄い、ここはモヤモヤ汚れ、白く薄くついてるんですけれども、ここはですね、クエン酸を入れて洗浄機回して取れると思うんですよね。ただここにはですね、クエン酸届かないと思うんですね。あと、厚くついているので、クエン酸だと落ちきれない感じがしますので、これを使っていきたいと思います。茂木和也トイレ尿石落としジェル。トイレ用ですよ、皆さん。でも大丈夫です。これ、水垢すごく落ちますから。カルシウム系すごく落ちますから。ちょっと気持ち悪い感じするじゃないですか。嫌な感じしますよね。食洗機にトイレを使うのって。でもですね、用途に縛られるとダメですよ。洗剤だけ増えちゃいますよ。だから、用途に縛られないで使っていくというところが、節約につながりますし、おすすめな使い方ですね。では、これをですね、つけていきますね。なぜこれを選んだかというと、酸性度が高くて、カルシウムがよく落ちるということもあるんですが、ジェル状なので、わざわざラップでパックしたり、ペーパーでパックしたりする必要ないんですよね。こんな感じで塗って、あとは指で塗り広げれば OK みたいな。簡単なわけですよ、掃除が。これ使い捨ての手袋でこうやって塗り広げればブラシとか使う必要ないですよね。ほら、こんな感じでプクプクいってませんか？見えますか？プクプク。これ反応してる証拠です。溶けてるんですよ。ここもちょっとつけて、あとは塗り広げっていう感じですよ。こういう感じで。簡単ですよね。ここも塗り広げて、こうやって塗り広げていくだけ。
クエン酸でやる場合は40倍ぐらいにお湯で希釈した液をつけていくんですけれども、ただつけるとダラダラ流れてしまってとどめることができないじゃないですか、液を。なのでキッチンペーパーをカットして、それにつけてですね、マグカップにクエン酸入れて、でつけて貼って、さらにその上からラップしたりしないといけないんですよね。それでもですね、なかなか落ちなかったりしますよ。洗浄力そんな高くないんで。この程度の、このクラスのはっきりとした水垢に対してっていうことですよ。薄い分には全然問題ないんですけどね。もう少したっぷりつきましょうか。これで30分ほど放置して、その後ですね、柔らかくなったところを歯ブラシで落としていきたいと思います。ブクブク反応しますよね。こうやって溶けていくわけですよ。本当であれば、先にですね、油汚れをしっかり取ってからの方が効果的ですけどもね。あとは、少しでも短い時間で済ませたいっていうことであれば、こんな熱くなっているところは、プラスチックのヘラなんかで、ある程度こう、あまり強くやると傷ついちゃうかもしれないんで、軽く、こそげ落としてからつけた方が、いいですよね。30分つけようと思ったんですけれども、あれから2分ぐらいしか経ってないですね。2分ぐらいしか置いてないんですが、もう消えてなくなってるところがだいぶ出てきました。ちょっと見てみましょうか。こっちが完全に消えてるんですよね。何もゴシゴシしないですからね。もうツルツルしてるので、もうここは OK かなっていう感じですね。こっち側、手前のところですね。ここもだいぶ落ちてますね。柔らかくなってきてて、だいぶ落ちてます。あ、ここちょっと感覚、残ってる感覚ありますけれども、まあ、これももうちょっとで落ちると思いますね。こっちの方に残ってるのをつけて、ここ少し間隔あるところ。お、すごいすごい。落ちました。あとこっち。あ、もうここも柔らかくなってます。もう指でこうやるだけで、ほら、溶けてきますよ。こう。あ、これ、中ですね、クエン酸でやろうと思ったんですよ。でも、やめました。引き続き、尿石落としジェルで洗っていこうと思います。すぐできそうですね。こうやって、これでいいんですもんね、こう。これで取れますよ。広げていけばいいですよ。下手にスポンジ使うと量つ、あの、吸っちゃう分量必要なんですけど、量が必要になるので、こうやって塗り広げるっていけば OK ですよね。塗れれば塗ったところがすぐ一目瞭然で色でわかるじゃないですか。ちょっと乾くので、例えばこういった水で濡らしたペーパーにですね、これ洗って使えるペーパータオルですけれども、これにですね、こうつけて塗ってもいいですよね。要は原液じゃなくてもある程度薄まっても全然 OK なので、でこれでこう塗っていくと、あ、これの方がいいかも。一気に塗り広げれますね。
一気にこう塗り広げるって感じですね。いいですね。こっちも塗り広げてって、やりやすいです。上のところは指でやった方が良かったんですけれども、この面積広いところはもう明らかにペーパーにつけた方が楽ですね。下も。羽もですね。で、まあ、こんなところでしょうか。では、すすいで水拭きしていきたいと思います。はい、では水拭きしていきますが、もう完璧に落ちてますよね、ここ。これ手前のところですね。さっきの洗って使えるペーパータオルをすすいできて使ってます。ここも完璧に落ちてますよ。ここ一番つくついてたところです。ほら。こっちも落ちてます。中は後で洗浄機でやろうと思うんですが、まずジャブジャブ水洗いしていきます。この桶に水入れて、もうジャブジャブ。ぬるぬるが取れる程度で、あとはその後水、あれですね、洗浄機回してやっていけばそれで OK かなと。我が家3年半ぐらい経つんですが、もうもちろんこれ新築と同時にもう取り付けてある食洗機なので、3年半経って初めて水垢落としました。皆さんはどの程度やってますか？まあ、地域によって水垢のつき方全然違ってくるので、秋田は水垢がつきにくいところなので、もしかしたら3年半でこの程度っていうのは他の地域の皆さんに比べるとつき方が薄いのかなっていう感じもしますが、皆さんどうでしょうか？あとは洗浄機回して仕上げたいと思います。これから食洗機回していこうと思っているんですが、ちょっとここ見てもらいたいんですが、この横側取れてないんですよね。これで爪で軽くやると、傷ではないので水垢だと思うんですけれども、やっぱりちょっと置いた方が良かったんですね。濡れると落ちたか落ちてないか分からなくなっちゃって、もう落ちたともう決めつけちゃって、もうすすいなんですけど、こんなふうに爪でこうやるとですね、こう綺麗になってますよね。なので、クエン酸を入れて洗っていこうと思います。こちらのクエン酸ですね。後ろ見たら、食洗機に書いてますね、使用量。どのぐらい入れたらいいのかなって思ってたんですけども、食洗機内の洗浄クエン酸40から50ですね。ということで、50入れてやってみたいと思います。パラパラっと入れて。これで電源入れて標準コースでスタート。はい、これで終わるまで洗っていきたいと思います。はい、食洗機の洗浄が一通り終わりましたがですね、残念なことに水垢取れてないですね、ここの横のところ。ちょっと薄くついてるから甘く見ちゃいました。
クエン酸で落ちないんですね。うん、尿石落としジェルをつけて、超人たわし Z で塗り広げたら多分落ちたと思うんですよ。なぜかというと、これ何もつけてないですよ、洗剤とか。でこれでですね、こうやるだけで、これだけでも落ちるんですよね。わかりますかね、画像を通して。ほら、ここなんて擦れてるところ、こう2箇所あるじゃないですか。そこもちょっとやってみましょうか。何もつけてないですよ。だから塗り広げるときに、あれ、洗って使えるペーパータオルで塗り広げたんですけれども、いつもやってるパターンのこれ使えばよかったですね。うん、そうすると何も問題なく落とせましたね。ほら、これだけでもだいぶ綺麗になってますよね。で、傷はですね、ついてません。傷はついてないです。力加減によっては分からないですよ。この程度、この程度のこすり加減ではつきません。うん、あ、これだけでもいいぐらいですね。うん、から拭き、桜たわしの空拭き。ほら、傷もつかないし、綺麗になりますね。もちろん酸性洗浄剤つけるともっと楽なんでしょうけれど。面白いですね。掃除って面白いですね。うん、簡単に落ちるようなところがすごく頑固で、頑固に見えたところがすごく簡単に落とせたっていう珍しいパターンでしたね、今回。いい経験ができましたね。皆さんからまたご質問いただくときに、この食洗機の洗い方でちゃんとした答えがですね、うん、言える気がします。今回の掃除をしたことによって。はい、まあ、今回は丁寧にやりませんけれども、まあ、分かりました。はい、ではまとめますね。まずここについた熱い水垢、これは茂木和也尿石落としジェルをただ塗るだけで落とすことができました。ただ塗るといっても2分間放置が必要でしたね。はい、で簡単に落ちそうだったここの横の面、ここについてはただ塗るだけでは落とすことができませんでした。汚れがひどくなかったんで2分間置かずに流しちゃったので、2分置いたらもしかしたら取れたかもしれません。はい、それとクエン酸 を入れて食洗機を回す洗浄のやり方でも落ちなかったですね。で、今思う理想系のやり方は、茂木和也トイレ尿石落としジェルをただ塗るのじゃなくて、この桜たわしで塗り広げるとよく落ちたと思います。ただ空拭きしてもですね、落ちますからね。そしてこれで塗り広げたら2分ほど放置すると。で、それから水で流すというやり方だと、綺麗に落とせたのかなと思います。はい。今回は尿石落としジェルを使った掃除法ということで、考えてやってみましたが、酸性洗浄剤は他にもいろいろあって、掃除の仕方も、いろいろありますから、これが絶対正しいということではないんですけれども、皆さんの参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。